昨日、石川県輪島市に届けられたのは屋外に数時間で簡単に建てることができるというインスタントハウスです。ドーム型の生地を膨らませ、内側から断熱性のあるウレタン材を吹き付けるため、耐久性と断熱性を確保できるといいます。断熱材が構造体にもなっていくもんですから、グッと押しても硬いんですよ。これだけで雪が2メートルとか3メートル積もっても大丈夫っていうものですね。これを開発したのは名古屋工業大学の北川圭介教授。おととい、名古屋市昭和区のキャンパスで被災地へ向かう準備を進めていました。避難所の体育館などに設置し、更衣室や授乳室などに利用可能な段ボールでできた屋内用のインスタントハウスも110棟支援します。これダブルの段ボールというものでできてまして、いわゆる段ボールですので空気層があるんですね。でそこが断熱性とか遮音性とか調整してくれますし、大人2人でも10分から15分でできちゃうというものですね。北川教授がこのインスタントハウスを作り始めたのは、東日本大震災で避難所を訪れた際のある経験からでした。小学校3年生と4年生の男の子が私のところに来て、なんで仮設住宅できるまで3ヶ月から6ヶ月かかるのと、大学の先生だったら来週建ててって言ってくれたんですよ。でそれの時に私は何もできなかったんですね。でそこからもう簡単に早く丈夫で快適なインスタントな家、そういうものをもう世界中に届けたいという気持ちが高まってですね、そこから私の人生変わりました。北川教授は発災翌日、現地へと向かい、輪島市の中学校の避難所に段ボールのインスタントハウスを届けました。設置には小学生の子どもたちも参加。発災直後で心も体も沈んでいた中、少しでも安らぐ瞬間になったのではといいます。インスタントハウスができた瞬間に2歳の女の子が家ができたよって大きい声で叫んだんですよ。お家を失った人がお家ができたってね、お子さん言ってくれたって、もう胸にぐんときましたね。外を走って号泣しましたよ、やっぱり。プライベート空間を作ることで少しでも被災者に安心して生活してもらいたい。その一心で北川教授は今後もインスタントハウスを届け続けるということです。